綺麗にするだけだと、まあ、新しい物件にはやっぱり競争力で勝てないので、古くても気にならないヴィンテージ感を出すようなリフォームしております。投資といっても入居者さんがついてお家賃が入ってきて初めて投資として成り立ちますので、お部屋を探す立場だったらっていうところから逆算して考えて、どういった設備が好みだろうかっていうところを考えて決めてます。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。皆さんこんにちは。この企画は先輩大家さんが所有している物件に楽町スタッフが突撃、物件を案内してもらいながら購入判断のポイントやリフォームのこだわり、賃貸管理のコツなどを語ってもらうという内容です。先輩大家さんのノウハウが詰まった動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。本日物件を見せてもらうのは、愛知県や静岡県で築古戸建て17戸、アパート2棟などを運営する築和の国の大家彦さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。このエリアってのはどういうエリアになるんでしょうか？浜松市でも割と外れのエリアになるんですけど、まあ、とはいえ近くに工業団地が、あったりですとか、最寄りの私鉄が徒歩3分圏内にあったりだとか、エリアとしては悪くないのかなというところですね。大きい工場が結構、いくつかあって働いている方も多いので、まあ、外国人も含めたくさんの方が働いているみたいですね。実際、今退去があった部屋にも、そこで働いてた方が住んでいらっしゃいました。この物件についてなんですけども、はい、概要を教えていただいてもいいでしょうか？築34年で重量鉄骨、1階の2部屋がテナントになっておりまして、2階の2部屋が、住居になっているという物件になります。 2DK が2部屋ですね。2階の住居の部分が1部屋だけ、空きが出ております。今1部屋お住まいになっている方はどういう方なんですか？1階のテナント2部屋を借りてくれてる方が住んでくれてますね。まず外観をご案内いただきたいんですけども、はい、駐車場がまず4部屋に対して、5台ありまして、僕が購入した時にこの白線なんかも全部消えてる状態でしたので、こう引き直しました。売り主さんが、自主管理されていたそうなんですけど、まあ、ご高齢で、ちょっともう手放したいよということで私の方が買わせていただいたんですけど、管理がなかなかちょっと行き届いていなかったようで、粗大ごみなんかが結構たくさん放置されているような状態で、草も生え放題で、まあ、なかなかちょっとこれから入居者を募集するっていう状態ではこれは難しいぞっていうことで、きれいに撤去して、で防草シートを貼って採石を入れた感じになります。その今おっしゃった作業で費用はだいたいいくらぐらいかかったんでしょうか？15、6万かかったと思います。古い物件なんですけど、まあ、後付けでオートロックをつけるっていうとやっぱり100万以上の工事になってしまいますので、まあ、防犯面としましては監視カメラなんかをつけて安心して住んでいただけるような形にしております。ここに2台と、はい、あちらに2台ですね。防犯カメラとあと録画装置自体を、3万円ぐらいで購入しまして、で取り付けだけは電気工事屋さんにお願いしましたので 2、3万で工事自体は、設備から業者さんにお願いするとやはり30万40万とか、まあ、結構高額になってくるんですけど、まあ、自分でネットで買って、まあ、取り付ける分でしたら10万以下で取り付けれますので、ですね、あとまあ排水を取る工事をしたぐらいかな。そこの独立洗面台をつけたんで、つけるのに、当たって排水を取るっていう問題が発生しまして、うん、2階からパイプを下ろしてくるっていう工事はしました。このパイプですね。あ、これですね。はい、
独立洗面台をまあダイニングに置いてるんですけど、はい、床下を這わせてキッチンの排水に始めつなごうと思ったんですけど、だいぶ高額な工事になってしまうということで、苦肉の策で直接出した感じですね。ポストは新しいのに入れ替えました。以前はもうサビサビでちょっとなかなか見栄えも良くなかったんで、ポストは、指定だけして、業者さんに入れてもらいました。入居希望者が内見しに来た時に一番初めに目に入るとこだと思いますので、綺麗にした方がいいかなと思います。じゃあちょっと中の方も、はい、現在管理はどのようにされてるんですか？管理は管理会社さんにお願いしています。管理費は家賃の 5% だったと思います。何かリフォームされた箇所とかってありますか？このお部屋の、専用の宅配ボックスを置いたこと、今やっぱり若い方どうしてもネットショッピングされる方が多いので、宅配ボックスは結構喜ばれますね。まあ、古いタイプのドアなんですけど、まあ塗装工事ですね、塗装工事をしたのと、あとモニターホン設置ですね、あと照明を新しいものに交換してます。やっぱり利回りありきなので、想定している利回りの範囲内でできることを効率よくやっていく感じなんですけど、入居者さんが喜んでくれるようなところを主体にリフォームしていくような感じですね。投資といっても入居者さんがついてお家賃が入ってきて初めて、投資として成り立ちますので、お部屋を探す立場だったらっていうところから、まあ、逆算して考えて、どういった設備が好みだろうか、どういったデザインが好みだろうかっていうところを考えて決めてます。ちなみにこの物件の場合はどういう層がターゲットなんでしょうか？と 2DK ですので、ご夫婦で近隣にお勤めの方ですとか、あとはもうシングルで、まあ、ちょっと若干広いお部屋を探している方なんか、30代ぐらいまでの方をターゲットとしております。外壁はもうこれはもともとこの塗装だったんですか？このサビサビのちょっともう感じで来年ぐらいにやりたいなと思ってるんですけど、その他は給湯器変えたぐらいですね。ガスは都市ガスですか、プロパンですか？ここはプロパンですね。前ついてたものがだいぶ古いものでしたので入れ替えていただきました。2DK ですね。購入当時はどのような状態だったんですか？だいぶ古い状態でしたので、こちらも和室が2部屋っていう状況でしたので、1部屋は、フローリング化してます。壁紙もだいぶ日焼けして古い状態でしたので、全面壁紙も張り替えております。この壁紙ですね、はい、これは何か特別な材質なんでしょうか？これは特に特別な材質っていうわけでもないんですけど、白い壁紙よりもやっぱり汚れが目立ちにくいですし、なるべくこう長く使い続けられるようなそういった柄にしてますね。なおかつそんなにこのきつい柄じゃないので、まあ、自然と生活に溶け込むようなぐらいの、壁紙を選んでます。この壁紙を貼る作業はご自身でされたんですか、それとも業者ですか？アパートに関しては業者さんにお願いするようにしてまして、アパートの場合はやっぱりその集客力が弱いので、きっちりと施工してくれる業者さんにお願いしてます。だいたい貼るだけで18万ぐらいの工事だったと思います。扉は、壁紙を貼って、ますね。こうも貼り替えてます。これこの色にしたのは何か意図とかっていうのはあるんですか？失敗だったと思ってますもうちょっと高級感のあるというか、ヴィンテージ感がある木目調なのかなと思ってこれ採用したんですけど、杉板みたいな感じの柄だったんで、あ、ちょっとこれ失敗したかなと思って。あ、そうなんですか。はい、古い物件ですので、何か綺麗にするだけだとやっぱり新築の物件ですとか、まあ、新しい物件にはやっぱり競争力で勝てな
勝てないので、古くても気にならないというか、ヴィンテージ感を出すようなようにちょっと考えてリフォームしております。キッチンの照明ですとかも、真鍮製のものを使って、ちょっとアンティークっぽい感じにしてます。これはネットで探して、で業者さんにこれつけてくださいって言ってお願いしたものですね。3000円とかだったと思います。基本的に電気工事は業者さんにお願いしてますね。壁紙は全部、天井も壁も変えてます。なるべくそのヴィンテージ感を出すっていうことで、こちらの壁紙なんかコンクリート打ちっぱなしみたいな壁紙にしてみたりですとか、床もある程度清潔感がある白い感じなんですけど、ちょっと古材っぽいような木目調のものを使ってます。こういったスイッチ関係に関しても、こういうトグルスイッチっていうのを使うことでおしゃれさとヴィンテージ感を出しているような感じですね。キッチンはこのままですね。コンロだけ新しいものに変えております。コンロは3万ぐらいだったと思います。この洗面台、これはもう新しく設置されたんですよね。そうですね、こちらを新しく設置して、キッチンから、給水管を持ってきて、排水を、外に通った感じですね。独立洗面台を設置されようと思ったのは何でだったんでしょうか。キッチン周りで、歯を磨いたり顔洗ったりすることになるので、ちゃんと独立洗面台があった方がいいのかなっていうところで、唯一つけれる場所がここだったっていう感じですね。独立洗面台は、物が3万円ぐらいだったかな。接種支給で、つけていただいたような感じですね。接種支給のなんかこうメリットとデメリットってなんかどういったものがありますかね。一番のメリットは安く設備が入れられるっていうところですね。デメリットとしてはやっぱり工事業者さんが嫌がる方もいらっしゃるので、何か破損してしまったりだとか、そういった時に工事業者さんとしては誰の責任になるのかっていうところが曖昧だったりとかして、嫌がる方もいらっしゃるので、そこは工事業者さん次第にはなりますね。そういうこう付き合いのしやすい工事業者さんを見つけるにはどういうふうにするのがいいんでしょうか。親仲間から紹介していただいたりだとか、あとはもうネットで調べて、初め少し小さなお仕事をお任せして、で、仕事の質ですとか価格ですとかを見て、頻度とか工事の大きさとか大きくしていくような感じですね。収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。この照明もちょっとおしゃれな感じですけども。そうですね、これも楽天で買ったもので4000円ぐらいだったと思います。浴室もアパートにしてはかなり広めのものが入ってるんですけど、これ元からこの状態で大きいお風呂が入ってたので、ゆったりくつろげるよっていうことを結構前面に出して賃貸募集した感じですね。トイレはどんな感じですか。古いトイレだったので、温水洗浄便座を、自分で取り付けしまして、あと、ヴィンテージ感のあるような、ペーパーホルダーですとか、タオルリング、あと照明ですね。壁もブロックみたいな感じの、ものを使うことで古さを目立たせないっていうところを意識して作ってます。こちら和室になります。この部屋は特に大きくは変わってはないんですけど、畳の表替えと壁と天井を全て貼り直してますね。アクセントクロス使ったりとかして、ちょっと個性を出してる感じになります。洋室化しようとは思われなかったんですか。予算の関係ですね。やっぱりフローリング化すると業者さんにお願いして20万ぐらいはやっぱりかかってしまいますので、一部屋は和室でもいいかなというところで。こちらの押し入れも、板がむき出しになってたんですけど、ここクッションフロア貼って壁紙も貼る工事をしてます。
この物件なんですけども、はい、どこで見つけられたんでしょうか。これはまさにあの楽町で見つけまして、すぐ問い合わせを入れました。1560万で売りに出ておりました。まあ、価格が安くて、まあ、利回りもそれなりに出てまして、で当時あの満室だったっていうこともあります。まあ、駅から近いっていうところもあって、最終的な出口も取れるのかなっていうところで、すぐにあの問い合わせしました。1400万で指し値をしまして、まあ、それがあの通りまして、地銀さんで融資を申し込みまして、で1ヶ月ぐらいして、融資が通りまして、いざ契約という段階になってですね、実はこの物件、法人さんがあの全て借り上げているような状態だったんですけど、テナント部分一つを残してあと全て退去するという事態になりまして、これは困ったなということで銀行さんにも問い合わせてみたんですけど、まあ、あの本部の方から了承いただきまして、あの契約することができました。で実際にはですね、一部屋だけ退去するっていうことになりまして、4分の3が入居中という形で購入することができました。その借りていらっしゃった法人の方はこうなぜそのようにおっしゃったんですかね。そうですね、あのもうご高齢で事業を縮小していきたいよっていう話になりまして、大家さんが変わるんだったら、まあ、このタイミングで賃貸契約を解除しようかなっていうふうにあの考えたそうです。もともとの売り主さんが自主管理していたんですけど、なあなあな感じで契約されていたようで、あの契約書も存在しないですし、退去する時も、現状回復費用はあの必要ないよっていうことで入居していたようなんですけど、まあ、契約書はあの巻き直しますけど、そのままの条件であのお貸しできますよっていうことでお伝えしたら、一部屋だけ退去するけどあとは借り続けるっていうことで、はい、話がまとまりました。もうヒヤヒヤしましたね。購入価格はいくらだったんでしょうか。売り出し価格が1560万だったのを160万円か差し値させていただいて、1400万だったんですけど、まあ、3部屋空室になるよっていう話が出た時点で、まあ、100万円さらに、お値引きしていただいて、最終的に1300万で購入いたしました。指し値の根拠ですけど、まあ、古い物件で満室ではあったんですけど、もうそろそろ外壁の塗り直しをしないといけないなっていう状況に来てましたので、まあ、その費用として160万ぐらいをあの指し値させていただいたっていう感じですね。銀行さんにあの空室になってしまったっていうお話を持っていくのに交渉の材料になればっていう思いで、ちょっと100万円さらにお値引きをお願いしました。売主さんはこう何でしょう、こう特に抵抗とかはなかったでしょうか。そうですね、それより、ね、申し訳なかったっていう感じでしたね。じゃあ融資条件について教えていただいてもいいですか。地銀さんの方で物件代金1300万フルローンですね、金利がですね 2% の、断新付きですね。で22年返済です。頭金は求められなかったですね。フルローンを取れた要因っていうのはなんかどういったことだと思われますか。エリアの良さっていうのはやっぱりあの評価していただいた感じですね。土地の形もいいですし、最終的な出口としてはまあ、あの更地にして土地で売却するっていうことも可能だと思いますし、まあ、そういったことも評価していただいたんじゃないかなとは思います。でリフォーム費用についてお伺いしたいんですが、はい、こちらリフォーム費用総額はいくらぐらいかかったんでしょうか。リフォーム費用が100万円かかりました。室内がだいたい80万ぐらいで、屋外の工事が大体20万ぐらいだったと思います。一室退去っていう形で購入いたしましたが、リフォーム後利回りが上がりまして、実際賃料も1万5000円ほど高く、入居を決めることができました。まあ、3万円で貸し出されていたんですけど、まあ、利回りが上げることはできたので良かったかなと。 13.8% から 14% に上がりました。まあ、同じような間取りで賃料相場って大体どれぐらいなんですかね。大体4万円前後ですね、同じ築年数で。
どんなリフォームが賃料のアップにつながるかっていうところの見極めってどういうふうにされてますか？やっぱりそこに住む方の、属性に合わせたリフォームをしないと住みたい方に響かないものをお金をかけて作ってしまっても賃料アップにはつながらないので、まあ、そこは意識した方がいいのかなとは思います。客付けはどのように行ったんでしょうか？管理会社に基本的にはお任せしております。売買を仲介してくれた不動産会社さんが売りの資産が自主管理になる前そこの不動産会社さんが管理していたっていう実績があって管理をお願いしますっていうことでお願いしました。この物件今後はどのように運営していくご予定でしょうか？まあ、最終的にはさら地にして実需の方に販売するっていうことも可能だと思ってます。ただ退去がございましたら家賃を上げて、入居者募集することが可能だと思ってまして、まだまだ、利回り上げていくことができるポテンシャルを持ってる物件だと思ってますので、まあ、当分手放せないのかなとは思ってます。相場よりもこうちょっと安く貸されてしまってる物件を見つける方法とかって何かあったりするんでしょうか？まあ、購入検討する際にレントロールは必ずもらうと思うんですけど、近隣相場の家賃と引き直してみるっていうことが非常に大事だと思ってまして、逆に高く貸されている場合とかもありまして、退去があった場合に今度は利回りが下がってしまうリスクもあるので、必ずレントロールを参考にして近隣相場家賃相場を把握して買われるのがいいんじゃないかなと思います。購入された物件はどちらの部分に当たるんでしょうか？こちらが母屋で、こちらが離れで、これで一つの物件になります。購入価格はいくらだったんでしょうか？340万で、購入いたしました。この種別は戸建てということですよね？そうですね、木造の戸建てになります。こちら1階が駐車場になっておりまして、で2階に、1室ある感じですね。築年数はどちらも43年ですね。建っている土地に何か特徴はありますか？ひな壇になっておりまして、少しちょっと低